競争社会現代の競争社会ではですねやっぱり勝つこと、ね、自分の方が強いって言いたい思いたいこれも「よく」ですね「よく」ですよくね土下座させたい」とかね「謝れ土下座しろ!ね」本ク <laughs> クラスクラスス半沢直樹六木みたいな感じでですねもう承認欲の塊なんですね現代社会、ね、いややそそうんけお前やんけ,お前そらあるやんけ いやそうよ大河社長いや大河社長そうですよとねそうなんですか本当にお父さんお兄さんお姉さんお母さんとねこの本にも書かれてますけど勝ってどうなるんですかあ,あ今まで喧嘩に勝って悩みなくなりましたかお父さんいやまた喧嘩したそうですよねお,お母さんはそうやな喧嘩して勝ったけどまた新たな喧嘩そうですよねお兄さんお姉さんもそうじゃない ドラマの見過ぎじゃないですか復讐のドラマのさでもさあの復讐のドラマのね復讐するドラマもさ最後なんか虚しい感じで終わってるやんあ,あ結局なんか買ったけど何も残らなかったみたいなでそれでなんかいい感じのヒロインとさ本当の幸せと安らぎはこれだったんだみたいな話ありますよねそういうことなんですお父さんそれで幸せになったなどうなんいや確かにな 俺もいろんな人に勝って謝らしてきたあ、そうなんやね <laughs> お父さんああでもなんか確か虚しかったとそうですよねそうですよねうん。そのまず勝ちたいね。あっていいですもちろん現代社会ですから自分の方が強いと思いたいあっていいんですけどそれをまず確認するんです言葉で俺は今勝ちたいと思っている言いましたね先ほども 俺は今怒って勝ちたいと思っているあいつに自分の方が強いって言いたいって思っている言葉で確認するんですまずねこれはなぜなのかなぜ思ってんのか謎解きを始めるんですねなんでなんだろう思ってですねその感情を確認して反応しないそれを反応してそれを戦おうとするということが負けなんです逆に反応して戦うことが負けなんですね 反応しないことが最大の勝利なんです。一番の勝利なんです。書かれてますね。はい、な別に幸せになりたいんですよね。皆さんどうなんですか。僕はいやなりたいそらそうやな。じゃあもう反応しないということに尽きるということなんですね。そしてその相手ね相手に対してもし怒ってるのであればその怒りをですね興味とか理解に変えると。 ね、相手のことをねもっと知ろうと思うわけですよねそれを常に批判とか否定とかマイナスな感情がされたりとかした時に反応したらもう喧嘩になるんで「ああなたはそういうふうに思うんですね」と「えっ何で思うか聞かせてもらえないですか?と」と心を鎮めて興味に変えるそしたらですね自分が勝ててるる方法相手かから言ってくるかもしれないですよいやーねこういうふうに思っててさみたいな「ああなるほどね」と。 いうふうに常ににに常反応せずでですすねね理解して興味に変えるここなんです、ねうん、いやー大河社長それでもななんかもう,もうほんまにもう嫌な人おるやんそうなんですよ嫌な人いる,いるやんお姉さんもですからもう嫌やもう生理的にとかお,お兄さんもねそうやね俺も会うだけでイライラするやつもおんねそういう人はねもういいじゃないですかね距離を置きましょう書かれてますこれは、うん。これ結構ね あのいい言葉だと思いますね。やっぱりさね。あの職場とかさ、親子関係とかさ、家族とか夫婦とか。でももうどうしようもない。ほんまにもうどうしようもない。っていう時は距離を置きましょうと書かれてます。これ救われる人いるかもしれないですね。例え話でもありましたね。親子関係とかでどうしようもなかって、えー、その距離を置く話とかも出てくるんですね。うん。わかりました。 大河社長分かかっていたただきましたかお兄さん、うん、反応の源よく怒り妄想を言葉で確認するんですねそうですそうですそれでもさやっぱり現代で他人の名とかさ社会的な評価もさあるじゃないですかそれがやっぱりついてきませんかそそそうですよ <laughs> そうでですすよよね、うん、その 評価ね先ほども言いましたけどねその妄想癖他人のさ人の目が気になるこれもさ相手手の評価をさ勝手に自分でで妄想してるだけじゃないんですかあの人にこう思われてるかもしれないってねいやー上司とか社長絶対俺のこと嫌ってるわーとかねいやーママ友に嫌われてるかなお,お兄さんもね お父さんもさ、なんかいろいろ、いや子供どう思ってんのかなとかいろいろさ、考えるかもしれない。全部他人の評価をさ、妄想してないですかこれも。根拠ありますかなんでわかるんですかわかる人いますかここなんですね。確かめる術ないんですね、これ。聞いたらいいんです、だから言葉で。 え俺のこと嫌いって思ってんのいや思ってないよそれで終わるかもしれない自分が妄想してたことをねえ私のことをんかねあのうざいって思ってんのいや思ってないよ別に、うん、え上司とか社長にさいやなんか僕仕事大丈夫かなってちゃんとできてるかなと思っていや全然できてるよ普通それで終わる話じゃないですずっとねそ妄想し続けない普通に聞いたらいいです、ね、自分の言葉をで。 確認するというところですね。これも。うん、ね。だから夢とかさ。妄想とかさ、ずっとしてるじゃないですか。お母さんね。何してんの、毎日。いや、言われへん。言われへんようなことやんか。ね。だからさ、占いとかね、宗教とか。が。よく流行る理由もですね。妄想が好きだからと。書かれてます。その占いとかしね。信じたいんですよ。 あなんか良くなるみたいな占いされたらさ、ね、全部さほとんどそうじゃないですかいろいろあるじゃないですか診断動物占いとかいろいろありますよね「お私はねもう成功する星に生まれている」みたいなもうそうですよね妄想じゃないですかねお祈りしたらなんか叶うみたいなとかさ妄想ですよ仏教はそんなしなしいですからねブッダは毎日自分と向き合う毎日仏と向き合うというのがですねえ仏教の教えですから。 ね、それ妄想してるわけじゃないです毎日欲怒り妄想と向き合うここなんですねもうみんなさ、ね、ほとんどの人がさ「やもうやっぱきついやんそれやっぱきついやんけお兄さんどうですか?」「きつい」って言ったからさな今日またねこの動画見に来たわけでしょ いや反応しない心、ね、練習読んだけど、うん、変われなかっただから見に来たわけやんかもう一回振り返ってみようお兄さん彼女が先輩とご飯行ったのは何ですかそれでどう思ったんですかいやお俺と行きたい承認欲やんね満たして安心したいからやんなそうやんなで自分の方が俺の方が優れてんねんって思いたい だからさ、な、俺に言えよ、怒ったわけですよね。俺にも、俺、俺に相談してこいよ。怒ったわけですよね。それ他人の。で、評価で。で、未来。ね、妄想しましたよね、お兄さん。うん。で。お前は彼女の評価をさ、勝手に妄想した。お前は、その先輩のことを。なんか。 打ち明けてちょっと好きになってなんかどっか一緒に行ったんやろ妄想でしたよね全部欲と怒りと妄想なのだから俺の方がすごいって自慢してねそいつの方が劣っているって言いたいこれが苦しみの原因これが執着なんです どいや分かりました確かにそうやなほ <laughs> んならどうしたらいいんですかこれからこれも向き合いましたそれがあるっていうの分かりましたそうですここからですね安らぎと静かな心で最高の納得を自分で作っていくと自分の幸せを人それぞれ違うですね自分の幸せを見つめていくということなんですね、うん、あっていいんですね その上で大切なね四4つの文字があります言われますこれそれが「ジ」ですね慈しむ心「ジ」ドンですね「ヒ」「ヒ」ですね悲しむ「キ」「喜ぶ」「シャ」「捨てる」ですね。ですねお兄さんまず慈しみの心を持ちなさい。 だから彼女がさああいいじゃないですか慈しみの心ね相手の幸せを本当に願うという心を持ちなさいいい職場で働けて本当に幸せだねと言ってあげましょうそして悲しむあなんか嫌なことがあったんだねそれでさ仕事うまくいかないことがあって悲しかったんだよねうん、そういうことがあったんだよね悲しみの心を 感じれるよううになりましょうそして喜びですね喜びね聞いてもらって嬉しいって思ったんだよねその先輩と。でなんかご飯しながらさ楽しいひとときだったんだよね。喜び一緒に分かち合いましょう。そして最後シャ捨てるですねこれはもう全ての欲怒り妄想をですね反応しない。 そう決めるるる反応する心を捨てとということなんですそいつより勝っているそいつより劣っている俺がそいつよりも仕事できへんからなんか劣っているいやそいつよりもかっこいいぞって勝っているそいつよりも学歴いいぞあそいつよりも資格持ってんぞでもそいつの方が稼いでる劣っているこの勝ち負け優れている劣っているを手放しましょう。しゃですねこれを 刻刻みみーすねド言われますもうタトゥーで掘り込んどけってねそれ言ってないけどねタトゥーで掘り込むぐらい別れということなんですね。常に幸せは自分の内側心の中にあるんでそれを一番大切にして向き合っていこう。 いうことですお父さんいや自貧記者 <laughs> お前やっぱ仏みたいな <laughs> やっぱり仏やんけ仏ッやんけなあ言うと思ってましたね <laughs> でもね煩悩は本当になくならないんですねだから最後に書かれてるんですけど承認欲大切にしていいんですね何度も言ってますよく怒り妄想あっていいんですあっていいんですでもその妄想をさ、ね、ずっと妄想してるんじゃなくて 自分の価値ある行動に変えていくということが大切なんですね。うん、常にですね。もうあるとね。それ理解して、今の生活、今の仕事を改善していくということが大切なんですね。坊さんでもあるんですね。出家した坊さんでもね。煩悩あるんです。だから毎日ですね。そのこう、仏と向き合ってるわけですね。 ね、それは欲と怒りと妄想どんなもの出てくるかなっていうのをそういうことなんです。欲怒り妄想を理解して人を慈しむ幸せ人を悲しむ人の悲しみを感じるそして人の幸せ喜びを感じるそしてその反応する心を捨てるこれだけ覚えておけば。 今日から反応しない心手に入れれると思いますそしてこの大賀社長のこの YouTube チャンネルももしかしたら僕の煩悩を正しく理解するためのものだったのかもしれない僕がもっともっとなんかみんなに認められたいなおもろいって言われたいと思ってやっているかもしれないね。お兄さんの妄想は ももしかししかかたたら僕のの妄想だったのかもしれないなか彼女にさ彼女が職場の先輩がっていうのは僕のの妄想だったのかもしれないそしてこう,こうやってやってるのは過去にあなんか僕より稼いでる社長がなんか言われたとかさ、えー、なんか友達に否定されたりとかさなんか上司とか昔の上司とかに否定されたらそういうのが怒っててあいつら見返したい思って。 よく怒り妄想を使って皆さんに言葉を一人でも多くの人にこれがお役に立てればと思って正しい努力を持って言葉を届けているのかもしれないそういうことですねえ、大賀社長そうやったんですかお姉さん <laughs> 大賀社長はもうもうそういうのないと思って本当にもう全部できてる人やと思ってましたお姉さん今 妄想しましまたね <laughs> お母さんお母さんもいや大河社長みたいにそんな欲と怒りと妄想私も私も操りたいお母さん今のは「出ましたね <laughs> 大河社長お前ムカつくねお前なんか勝ち誇った感じでさ俺は欲と怒りと妄想を使ってんでやって勝ち誇った感じで言うな <laughs> そこやぞなお前なんかうざいね今 怒りましたね皆様の欲と怒りと妄想が向き合いそれをですね正しく理解してそれをいい方向に変えれることを願って今日の動画とさせていただきますでは今回の本まとめていきますすべての悩みは心の反応から始まっている生きることには え悩みは消えないということを理解するそして三大煩悩は欲と怒りと妄想ですこの三つと戦わないあるものと理解するそして人間が一番好きな妄想には根拠がないいちいち反応して不快を感じる必要もない比較も執着もすべて妄想です不快な源を断つということですねそして夢や妄想より自分の価値ある行動に集中する 幸せは人それぞれぞです自分の外側他人からの評価他人からの比較から幸せを感じるのではなく自分の内側自分の心の中に幸せがあるということですね改めて今回の動画はいかがだったでしょうかまだチャンネル登録をされていないという方は是非いい皆様の応援が本当に励みになりますんでお願いいたします そして人は変われる何歳からでも新たな自分に生まれ変わろう毎回そう思ってですねこの動画撮ってます僕自身が一番変わりたいもっと良くなりたいと思ってですね本で学んだ内容を皆様に伝えてます届けてます皆様に教えてるとか上から目線とかは一切ないですここが学校だったとしたらですね僕は先生ではないです 学級委員長や生徒会長のような存在です生徒会長だからこそ一番本気で学んでそれを皆さんに伝えたい届けたい思ってですね毎回この動画作ってますなので今後とも応援していただけると嬉しいですでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたではまた次の動画でお会いしましょう